皆さんこんにちは、元気なおじです。さあ今回は楽天モバイルのね、新プランについてまったりとねお話ししたいと思います。まず結論から先に言っちゃうと、ホリエモバイルそのまんまパクリやんそのまんま、これプライドも何もないのかなと思ったんだけど、結局これでしょ、ホリエモバイルそのまんまパクリ、看板書き換え、ね、楽天モバイルイコールホリエモバイル、ね、看板書き換えキャリア、ね、はい、まあ、そんなわけで、最強プラン、ね、もう最強に破産の道を、ね、突き進む。はい、で、ぬか喜びしてる皆さん、ね、甘いよ。めちゃめちゃ甘い。考えが、スイート。ね。はい、そんなわけで、解説していきましょう。楽天最強プラン。ね。パートナー回線エリアでも使いたい放題。ね。今回発表されました。最強のプランで日本を元気に。ね。まあ、日本は元気に盛り上がるけど、逆に元気がなくなっていく、資金がなくなっていく楽天モバイル、ね、日本全国に最高の通信品質を届けるためにパートナーとの提携強化により通信エリアを一気に向上、ね、まあ、パートナー回線、要は KDDI との要は連携、パートナー回線を、ね、強化することによってカバー率を 99% まで押し上げるっていうね。まあ、今まで言いたい放題のことを言っててね、少しぐらいプライドのかけらもないのかって思うけどね。ね、散々、ね、顔に泥塗って唾吐いてた相手にね、ふきふきして、さあ、君は友だよ、つってね。はい、で、まあ、パートナー回線もデータ制限なし、ね、ここが売りだと思います。みんなぬか喜び、ね、でここね、パートナー回線 AU もデータ制限なし、ここ見える、これで拡大するとこれがある、見える、これ見える、パートナー回線のところね、見える、はい、米に公平なサービスのため、速度制限の場合あり、速度制限する気満々じゃないか、ね、環境により速度を低下する、研究により、ね、する場合あり、環境により、ね、ほぼ全て環境により、ね、データ制限はしてませんよ、無制限ですよ、環境により、ね、これまでですね、5ギガを超えた部分に関しては、データ速度の制限をですね、つけておりましたけれども、これも全て撤廃いたします。データ高速はパートナー様の回線に切り替わったとしても無制限でお使いいただけるようにいたします、ね、速度、これね、言いまま仕方がまたね、トラップがあるかもしれない。速度制限がありました、それを撤廃しますって言ってるけど、5ギガを超えても無制限で使える、5ギガを超えても無制限で使えると、このね、速度低下をせずに無制限で使えるのは違うけども、ここのとこのトラップをね、今一度考えてみるとね、もうこの場所再現できないからもう一回閉じちゃうけど、でもう一回見たかったらもう一回クリックすればいけるかな。いいよ、ちょっと待ってよ、お、これだな、プラス、これまでですね、5ギガを超えた部分に関しては、
データ速度の制限をですね、つけておりましたけれども、これも全て撤廃いたします。で、ここの文言を聞いたときに皆さんが、あ、速度制限撤廃するんだって思ったでしょう。データ高速はパートナー様の回線に切り替わったとしても無制限でお使いいただけるようにいたします。でしょう。で、これがトラップだとおじいは睨んでいます。さあ、これがね、どういうことかっていうと、今言ったように日本全国で高速データ通信が無限に使えるね、無限に使える。で、これね、まあ、あくまでも微光で、従来のプラン、アンリミット7だと、まあ、パートナー会社エリアは5ギガを、ね、超過後は最大1メガ BPS にね、速度低下してしまいますよ。それでも、仕方もなくお金がかかりますよっていうね、なんだそれっていうプランだったと思うけども、それに対して、速度制限をしませんよ。無制限に使いましょう。で、これね、パートナー回線エリアもその5ギガを超えても最大1メガ BPS で無制限に使えるんです。そうでしょ。レンタル Wi-Fi もそうでしょ。50ギガの SIM を変えて50ギガ超えたら、ね、128メガ BPS とか速度は遅くなるけど無制限に使えるんだよ。だから全てのものは無制限に使える。ただ遅くなるだけ、それだけの話なんです。あ、データが切れちゃった。電波が一本も立たない。あー、もう50ギガしか使ったからかってね、こうなんないでしょね。だから無制限は使えるんだよ、ね、だからこのね、速度制限、これについてなんです、ね、で、皆さんの頭の中ね、もし快適な状態、おじいのところだったら100メガぐらい出たよね、au 回線ブワーッて、うわすげえ、これが au 回線なんだっつってね、ドワーッて、前ね、あそこ、iVideo の、au の端末とレンタル Wi-Fi があったんだよ、ね、無制限で使えますってね、代理店に言われたっつって仕入れたんだけど、3日制限のやつがあったっていうね。これは騙されましたって中の人が言ってたけど、仕入れ先のね、代理店に騙されましたっつってはっきり言ってたけど、で、お客さんのクレームが多くてね、それは海外用にしちゃったっていう流れがあったんだけど、そっちの方は速度が遅かったね。YMAX とか Y モバイルってね、KDDI とかソフトバンクの会社で本物は速いのに、そういうやつって B 品で安く使ったでしょ、ね、でね、どうやってね、これを撤廃するのかなって考えたら、おじいはね、それを思った。いい、速度制限を撤廃しますっていうのはよく考えてこないよ。じゃ、例えばね、ね、300キロ、400キロ出る、ね、ランボルギーニがありました。ね、で、アウトバーンでね、走ります。ね、制限速度を突破れました。ね、で、そこで、好きなだけ出してくださいってね、ビューンってランボルギーニ、ブワーって、もうメーターがブワーって、424キロ、440キロ、450キロって、これが、リミットなしなんだよ。わかる？そうでしょ？まあ、日本の国内に入ってきたらね、たぶんビーってね、まだこれ、180、200ぐらいまでいったらリミットがプー、って。ね。まあ、海外の輸入もどうかわかんないけど、国産の車はね、なんでもそうだよ。普通の一般の人に納車するときは、ちゃんとコンピューターでね、もうその車がもう400キロ500キロ出るパワーがねあったとしても、もう180キロでうーって、もう燃料カットしてうーって
もう踏みっぱでもそうなるから、ね、で今回英雄回線の同じ英雄回線でも、ね、そのパートナー回線として提供するものが原付になったとしたらどうなんだろう。原付だとしたらね、原付今60キロくらい、もう60本も出ないのかな今の原付ってね。だったらおいみーおじいだと35キロくらいしか出ないけどね、もう重たいからね。みーリミッター解除ですね。みー50キロみー速度制限してませんよ。みーわかる、言いたいことわかる。ランボルギーニの、ね、速度制限なしと原付の速度制限なし、どちらも速度制限なし、みーとえーとね、どちらも制限はしませんよ。だからね、まあ何かしらトラップはつきものです。で、昔はね楽天回線バンドさんに固定してね、パートナー回線にならないようにね、いろんな方法があってね、静岡のただうるさいだけの俺のって言うのもね、変なのがあったような気がしたけどね、まあ3年前はね、これあまだこれちょっとまだちょっとこれしてるけど、まだこれ来るかったら最近ね真っ白なんだよ本当ね。で、普通にね考えてみましょうということです。今回はどういうことかというと、まずじゃあ提供する側の KDDI ね、自社のところではデータ使い放題ね、こういうプランがあるわけです。で、使い放題マックス 5G、4G ね、お値段の方が税別で6580円、税込みで7238円なんです。わかる。で、皆さんの頭の中はバンドを固定すればこれに化けるって言ってるんだよ。いい2980円でこの6580円と全く同じになるって考えていませんか。半額以下、そう考えていませんか。KDDI は、ね、KDDI がそれをね、協力するとしたら、楽天モバイルからはね、一人頭のね、これを6580円取るでしょう。取ると思うよ。で、楽天モバイルはお客さんからは2980円の消費税もらって、ね、で、6580円払う。その回線が同じものだったら、KDDI はそれをやらないとどうなる？自社。どうなる？ここ、物事常識で考えようよ。まず常識で。出てくれて制限して言ってるじゃんじゃなくて、常識で考えようよ。いつもおじいが言ってるじゃん、逆の立場になって考えるね、客観的に物事を考えるね。ちょっとおじいの喉痛くなってきた。おじいこんな雨買ってきたのよ。わあったね、コンビニで買ってきたんだよ龍角散ね。普通に考えてみると、これが2980円で使わせるわけがないじゃん。スイートなんだよ考え方が、ね、でまあいろんなね、家族を巻き込んだりするとここね2000円ぐらい安くなるよって言うけど、ただもともとね安いものをただ上乗せして巻き込むとこうなるよって安く見せかけてるだけで安かないからね。はい、それとだ au ロビングも無制限に使えるようになったようだね。これならバンド18、26を固定して使えば爆速だったりする。
ぶっちゃけパートナー回収だけ聞かれても困るしか言うのかな、ね、au の無制限追加化ってことは初期バンド固定したら常時安定楽天の人よかった ね au ローミング無制限ですか6011W から埃かぶってるパンダルータ近いからパンダルータそこで出ないよ、ねプラスや回収がどうでもよくなりました、ね、またバンドさん捕まない魂見つけられればパンダ回収できる勝ち組あスマホならカスタムなんちゃら、ね、そう様子見録音疲れて話したしまだ待っとこうっていうことで、ねはいまあ、そこでねあのおなじみ例えばねスマートフォン、またあの弓で自宅じゃなくてね、とにかく、なんかシャオミにしてもらえそうだけど、ね、メディアティックのチップセットを採用したスマートフォンだったら、ね、この HDR モード MTK ショートカットっていうね、このアプリを入れて、おじいも弓で自宅やったよね、最初ね。そうすると、掴めるバンドを選べるの。今どれ掴んでるのつって。それをオン、オフできるんだよ。全バンド。で、おじいは楽天始まった頃、ね、一緒さんからいただいた、ね、夢デジの端末があって、その端末使って検証してたよね。で、とにかくパートナー回線の1826はオフにして、ね、というかもう、もうめんどくせえから、バンドさん以外はもうすべてオフだっていらないもん、もうチェックしに行かないも何もいらないもん、全部オフにして3だけオン、ね、それで検証してたよね。だ今度はその逆ができるってことだね。バンド1826以外は全部オフにする、ね、そうするともうこの 99% のカバー率でねっていうね。ただそこのところもトラップがあるよね。厳密に言うとその都心部の一部だけローミング復活なんだけど、我々のところは復活しないはずだよ確か。これねこれね、日本全国の通信エリアでデータ高速無制限になるのは2023年6月以降、人口カバー率は国税調整を用いられる 500m 区間において50% 以上の場所で通信可能なエリアを実感するって、ね、ここではないな、ここではないな、ね、これまでさらに良かった屋内や繁華街、高層ビルというと、じゃあ今までこの、ね、屋内というと、我が家、窓際に行かないと足りない、じゃあ我が家にも入ってくるのは入らない、あくまでもこういう繁華街とか高層ビルとか地下鉄とかね、を含めっていう、だからその一般の撤退したね、もうローミング撤退した一般の人がね普通にお家で使うようなそこのところは開放しないからね。ここ最初からここのところ飛ばしてる人がいるこれね。だからそう受け取るようなカファレンスするんだよね。だからトラップだらけなんだよこれって。で、あそうなんだ、じゃあ au の爆速がそのまま使えるんだって言って、あれおかしいな、楽天回線だけど、あれなんつってね、あれ au 使えないのって、あれってバンド18はって、ね、そうなっちゃうと思うよ絶対に。うわー、パートナー回線使い放題って言うから出戻ったのに何これっていう人が絶対に出てくると思うよ。まあ、考えがねスイートなんだよ。で KDDI 側の方でバンド18で提供する電波をね、フェラーリから原付にしたとしたらどうなんだろう。うちでは何もしてませんよって楽天モバイル、いや
KDDI さんの、ね、電波そのうちうちでは何もしませんよ、ただ中継してるだけでは何もしませんよ、速度制限しませんよって、ね、ある KDDI の方が、ね、そっちの、楽天の方で掴んだものに対して、ね、バンド1826に対してグーってこう絞り込んでるとしたら、ね、ポボイカにしたとしたら、うち何もやってないですよ。これレンタル Wi-Fi でも同じことがあったよね。レンタル Wi-Fi ってこうじゃん。レンタル Wi-Fi のね、仕組みでね、ソフトバンクがあるじゃんね。で、代理店があるじゃん。ね。で、なんとか Wi-Fi っていうね、そういうところが仕入れて、で、我々ユーザーにこう来るわけじゃん。ね、それで、異常なトラフィックとか、ね、異常なトラフィックとか、ゲームつなげっぱなしとか、あとは違法ダウンロードの指定されたところのを接続しているのをキャッチしたら、大元のソフトバンクが回線を遮断します。ね、これ電話で確認した。で、それ以外の、どれぐらい使ったからどうのこうのっていうのは、そういうのは一切してませんっていう。ね、こちら側の方ですということで、じゃあ、この、なんとか Wi-Fi ね。なんとか Wi-Fi。ね。なんとか Wi-Fi があって、お客さんに。で、速度低下した。ね。で、例えば、ね、100無制限って言いながら、ね、ちょっとこう、こんだけまとめて仕入れたデータをね、シミュレーこうやって私下ろしてるからね、ちょっと ここと契約してるのはここだからね、ショートバンクから ここがね権利を持ってね、いくらってお金払ってやってるから、ああちょっと全体的に使いすぎだねのしたら、ここでその回線をカットする、それとユーザーがね使えなくなる、ね、それとユーザーはここで Wi-Fi の感じに、ちょ、そことがそこだったんだけどどうなってんの、うち何もしてないよ、おかしいの、ちょっと確認してみますっつって、で、いやなんかこれその番号こうだからね、シグネによってね、シグネによって違うのに交換しますみたいなね、交換みたいなね、こうやってやって、うち知りませんってね、こうでしょ。だそれが今はね、ここが楽天モバイルで、ここが、まあ、逆に言うとあれだけどね、ここが何もないね、KDDI があって、楽天モバイルがあって、ユーザーってことだからね、KDDI 側の方が、速度ね、ぐわーってこう絞ってて、うちの方もしませんよー、つってね、おかしいですよ、うちは何もしないよ、そこで席にしないよ、うちは、ね、法律的にはちゃんとね、勝てますよ、訴えられても勝てますよ、うちは何にもやってないから、そんな、うちが速度制限したって証拠も出てこないからね、違法性はないですよ、うちは何もしてませんよ、楽天モバイルのホームページ、楽天モバイルのカファレンスで速度制限しませんって言ったり、何にもしてませんよっていうのは、正真正銘、嘘でないです。まあ、世の中というのはこういうものなんです、ね、まあ、ホリエモバイルね、そのまんまになった看板掛け替え、ね、楽天モバイルという看板つけて、ね、実際は KDDI 屋さん、ね、看板掛け替え屋さん、カレーパンの代わりに玉津一円ねで、あっちはなんだか、ホリエモンなんだかだなんか、見れるどのこうのって対して、こっちはなんか、なんだか理由の何か見れるとかって、まんまパクリやん、ホリエモンバイル、まんまパクリ、欲しいからしてみると、ね、
ただの、あの名前貸しで、はい、そんなわけで、ね、面白くなってくるのはこっからなんだよ、ね、で、おお、じゃあ戻ろうっつって戻った人がどれぐらいそのちゃんと使えるのか、いや、はい、つって本当に使いたいことで使えるのかどうなのか、パートナー会社も、まあそこが見ものだね、本当ね。うちのとこ入ってこねえっていう人がね、多分多いと思うけどな。まあね、おじいはそう思うよ。トラップだらけだと思うよ、ね、トラップのない楽天はない。すべてにおいてトラップがある。で、今回はもう簡単に楽天市場のね、会員 ID を持ってれば簡単に開通まで行っちゃう、ね、もうワンクリックでね、契約しましょうっていうね、その手軽さ、ね、まあ、ワンクリック詐欺みたいな、なんかそういうのに行かなきゃいいけどね。もう楽天モバイルってスタートした時からそうだったんだよ、ね、あっちから申し込む、こっちから申し込む、こっちで行かないと却下するなんて。で、来て、これの通りに、はい、端末を起動してください、ね。で、起動して、指示に従って、で、赤いところでね、端末をね、まあ、なんだっけ、設定、注文するだかなんだかってね、設置するだかなんだか、ボタンを押したら、紹介済むと、また注文になっちゃう。進めて完了した。あれ？また本人確認しようなの？つって。で、やったのにして、またパシャってやると、後日また2日後にまたもう一個で、何届いちゃったなんて、あれおかしいな、間違えた、でも来ちゃったけどおかしいな、一応もう一回ちょっとこの手順に電源を入れて、もうこれでピンクのボタンでこう押して、また本人確認って、これで完了、また届いちゃったつってね。うち5個届いた、うち10個届いたって人、どんだけいたっけ、あの当時。すごいいっぱいだよね。で、おじいの場合は、そのトラップに、このスリカムで引っかからなかったんだよ。実際、まだ動画残ってるよね。届いたよね。で、届いて、マニュアル通りやって、回数できないどころか、もうこれこうする。で、ボタンを押す。また本人確認、めんどくせえじゃん、もう消しちゃったよデータ、また取ってやる、もういい、いらねえもういいっつって、冗談じゃねえ、やってらんねえっつって、パーンっつって、だからそのトラップに引っかからなかったんだよ。で、それがめんどくさくない性格の人だったら、おじいが追加の注文しちゃったんだよね、あれね。覚えてる、みんな、あのトラップで重複注文ものすごいみんなやったんだよ。覚えてない、みんな。で、メールでも来たよね。申し込んだのに、だって本契約をしてくださいってメールが来て、本契約って、そうでしょ。だって、ベッキーも送って、だって、これ完了しましたじゃないのってね。後日忘れた頃にメールが来てね、本契約してくださいって。あれ本契約じゃなかったのあれって。で、またその指示に従っていくと、またダブルで、また来ちゃったなんて、何これね、本当ね、楽天はトラップだらけなんだよ。もうそういうイメージしかない。だからもうワンクリック詐欺になる。で、それをね、ボタンを押しやすくするんだろうね、きっとね。アマゾンのあれと同じだよ、きっとね。それしか頭に出てこないもんだって、ね。はい、そんなわけでね、皆さんの意見もお寄せください。素直に使わせてくれるのかな。そしてこれを見てる皆さんね、地方の人だったら、大きなぬか喜びだろうね。英雄回線、爆食で使いたいことにならないよ。ね、はい、そんなわけで終わりたいと思います。またね、バイバイ。